あれ、パートのつなぎ目がおかしいなと思ったそこのあなた、正しい。 CM 実況パート50何ぼでしたっけ。お前と関わるパート56、7、8、58。さあやっていきましょう。 CM 実況パート57です。どうもアザラシです。いやー、今2回戦った。2回やってボコボコにされてコンティニューして、コンティニューかもう1回やり直しになっちゃった。7分ぐらい戦う、7分ぐらい戦って負けたから、もうそれを2回見せるのはさすがによろしくねえなと思って、このパートはもう1回取りな、そのパートはもう蔵に入れることにした。お蔵入りだ。せっかくの喋りもまあ台無しだから、まあいいでしょう。もうこういうところはもう身のある話できないから、とてもじゃないが、殴っとる蹴っとるだけのところはさ。ただこなれたプレイにはなってる。そこはもう勘弁していただきたい。どうしたって無理よ、これを素人草と戦えない。一人一人全員蹴り殺していく。おい、危ない、もう持ってる。やおら殴られてる。よし、迷彩やろう。かもう、ほんとな、言うほど楽じゃない。うるせえこいつだ。やるじゃないか、ハリケーンキック。強い。力もこれ使っていこう。これ当たんねえわ。油断してるわけじゃないんだが、この一撃倒せるならこれを使っていこう。当たんないな。回転する走りと AX 同時、パンチと蹴り同時押しのこの技を当てていきたいんだけど、モーションがでかすぎて当たらん。せっかくいい技なのに、これ当たんないよ。当たんない。これだ。少しはやるな。かわして重ね当てが一番安定するな。重ね当てが強い。岸本のおじいさん、ありがとう。この技を知ってる。このもうこの見方見づらい。棒何回も当たってらんない。これだ。ここをかわしちゃ重ね当てで決めたいのに。なかなか棒使いのお兄さんやりますね。棒使いおじさんとでやっていこうか。あの箱壊れるのか。偉いね、ここできてる。変わった。もうバテたのか。なんだと。もうあんまり体力減ってない。偉い。これだ。当たんない。当たんないし、キャンセルさせられる。裏剣。
うるさい。もうああいうジャンプ蹴りを使うやつには投げが一切通用しないな。もう俺はもうかなり怒ってる。あんまりないこの時間の中でこんな何度も何度も戦されるのはな、年末のこの忙しい時期に14分を無駄にしたことについて俺は怒っている。ボコボコだ貴様らは。もう許さん。二度と許さん。あのアメフトタックル強い。よし、こいつはどうなってもいいのか。うるせえ。ちょっと挟むのやめて。おお、投げ技。よしよしよし、体力回復だ。重ね合ってハリケーンキック、投げ技、いいねいいね、それ好き。この角度見にくいし壁に当たるし。あれ、騎士どこ行った。もっとかっこいい投げ技欲しいな。うわ、ドロップキックまんじがたべー、レスラーかい。トルネードキー、あこの辺りで友情芽生えてもいいと思うけど、多少当たんない。効く死ぬわ。これ普通の蹴りの連打なんだよな。せめてハリケーンキックは出ていきたい。うわ、ただ、ね、なんかペースがゆっくりのせいかあんまりあの敵のラッシュがないと敵のラッシュがないとあんまりあれだな、こっちの体力に削られてないな。終わった、よかった。いやー、いつまでもこれやり続けることになるかと思った。いつまでもこの来ました、全員殴り倒してきましたじゃないよ、武器を持ってる。下がっていた、こいつは俺が倒す。そうか、じゃあ任すわ。この野郎、舐めるんじゃねえ。任すわ。えっ何やってんだ。ちょっと面白かった。もうちょっと遠くに離れていいかっただけのね。下がってこいつは俺が倒す。さあ、しかし年末どうするかな。年末年始さ、ちょっとやんなくちゃって思うことはいろいろあって、それもやんな。そうか、棒を奪うと。見苦しいぜテリー、最後ぐらいフェアにやれ。フェアか、棒を使いたいやつは棒を使わせてやれよ。こんな格闘家に対して棒何がフェアとか。格闘家は格闘するという武器が。左だじゃねえよ、ずるいだろそれ。フェアじゃない、フェアじゃこっちは2対1じゃん。それじゃ卑怯なのも含めた技でしょなどと言っておこう。おい、ランテはどこにいる。てめえもすすけやろうとだ。答えろ
もう少しでね、年終わるけどさ、やり残したこといっぱいあるな、まだまだ。残念だったな。おお、気持ち悪いやつだな、ハゲだよ。なんで殴る必要あるのかな、暴力的だな。暴力にすぐ訴えるの良くないと思うよ。すぐに暴力に訴えるのはそういうの良くないと思うな。でもなんかあの DV 判定に会えなかった。あと追うのか。このまま諦めてたまるか。だけどどうやって。なんか終わりに近づいてない？大丈夫？親父に話しておく。話しておく。10時にさ、テリーに会ってからさ、あれからずっと殴り合いしてたの。もう朝だけどさ。また後で連絡してこい。いいな。10時、12時、2時間。これが朝の6時だとしても、8時間ぐらい殴り通してたのかな。戦いすぎたのかな。それは俺のセリフだ。俺のセリフだ。いい男やで、吉祥。いい男やで。まあええねん、それは。この後どうなの。帰宅、午前5時21分。寝てるの、ちゃんと。寝てるの、ちゃんと。11時11分しかないな。どうしよう、このパート。もうこれでいいか。とりあえずセーブ。とりあえずセーブ。この時間って、時間だけは合ってんだよ。時間じゃないわ。日付だけは合ってんだよ。時間は合ってないんだよ。毎回。てか、ドリームキャストでなんか最初に設定したとき適当な時間にしてしまって、時間は合って、日付は合ってるって感じ。時間が合ってないから日付もちょっとずれたりするんだろうけどね。ちょこちょこずれたりするんだろうけどね。今ほら。え、27日今日29日だが、時間も日付も合ってなかった。何の意味もないな。じゃあまあここでとりあえず一旦パート切ります。次回どうなることやら分からんけどね。パート50なんだっけ、58か。今日シェンムーあげて、明日もシェンムーあげるかな。シェンムーでいくかな。マグネチック乳乳も挟みたいね。なんなら1日2本ぐらいあげるか。いや、取りだめにしとくかな。まあちょっとそんなことは考えつつね。じゃあまあゆくとしくるとしね。これがもしかしたらラストのシェンムーになるかもしれない。年内ラストのシェンムーになるかもしれないですね。ちょっと待ってよ。自分の中で計画立てていこう。今日シェンムーの27上げて、27、57上げて、次がこれで、ヘクション。32、今日のこの殴ってたやつ上げて、31に、いや、ここでニューニュー挟むか。ここでニューニュー挟んで、いや、やっぱ年越しニューニューにしよう。2日連続でシェンムー上げて、31日はニューニューかなんか上げようみたいな。ああ、そうか。時間がとかうんぬん言ってたのに、これ見たら今何時かわかんじゃん。今2時25分です。遅い時間にやってますね。めちゃくちゃ遅い時間にやってますね。家帰って寝てしまった。寝て起きて今撮ってます。こっそり撮ってます。ちゅうことでね、まあ、これもしかしないわ。年内最後のシェームになりますね。シェームは見るけど、多分ニューニューは見ないって人多いと思うから。ニューニュー見る人なんか誰もいないから。最後のシェンムーになる、最後の動画をとなるかもしれないですけども、まあね、しっかりお掃除なんかもしたりして、一日、その前日はダメなんだよね、30日じゃないんだけど、まあお掃除とかもしたのかな、もうね、ね、良い年を迎えましょう。ほな、良いお年をということで、ほなまた、別の動画、もしくは新年上がる動画でお会いいたしましょう。ということで、ほなまた。